こんにちは、セリカです。昨日に引き続き水泳のプロセスについてお話ししていきます。昨日私動画で無理して水泳クロールからやる必要ないんだよってお話ししましたが、それをもうちょっと細かく言うと、じゃあ仮にクロールから、あ、クロールじゃなくて、じゃあどうしようかな、泳ぎを始めます。何でもいいです。バタフライでもいいし、背泳ぎでも平泳ぎでもクロールでも何でもいいです。そういう時始めて何から習いますか？おそらく多くの方はキックから習っていると思います。はい、そのことに関してなんですけど、そのことも無理してキックからやる必要ないよっていうお話です。まあぶっちゃけ言っちゃえば、種目ごとに、キックやらなきゃいけない種目とかあるんですけど、平泳ぎなんかはまあキックやらなきゃ成立しない種目なんですけど、クロールとか背泳ぎ、バタフライに関しては無理してキックをやる必要なんてなくて、むしろ逆に手から始めちゃえばいいんじゃないかなって私は思います。はい、まあ、キックって結構なんか言葉を選ぶのはすごい難しいんですけど、レベルが高いっていうか、難しいっていうか、合う合わないがあるっていうか、なんていうのかな、思い当たる言葉が見つからないんですけど、なんかキックにかける時間があるんだったら、プルっていうか手の動きに時間をかけた方が確実に効率がいいんですよね。もちろんキックがそのなんていうの、才能あってめちゃめちゃそれで伸びるって方もいますが、そうじゃない方の方が多数だと思ってて、じゃあキックずっと練習して手練習しなくていいのかって言ったら、全然そういうわけでもないし、むしろ手から練習して手である程度進めるわけですよ。まあもちろんスカーリングとかもありますし、キックよりスカーリングの方がレベル的には下だと思います。下っていうのかな、やりやすいって言った方がいいのかな、やりやすいと思います。そう、まあ、なので何か泳ぎを始めるときは無理してキックからやる必要がないよっていうお話です。まあ昨日に引き続き、順番なんて関係ないっちゃ関係ないんですよ。まあその順番ですらも、まあ、もしかしたら勝手に私たちが決めてる固定概念なのかもしれないですが、まあほとんど多くの、なんて言うんだろうな、カリキュラムだとキックが先になってしまうんですよね。それは何でかは分からないですが、キックから先になってしまうところをあえて腕から練習してみると、意外とさっさっさって泳ぎができるようになることもあるので、ぜひそういう考え方も取り入れてみてください。ってことで、今日も水泳のプロセスのお話でした。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。